そこら辺のところやっぱ日本人がね、やっぱり弱いですよね。現在でもね。だから、いや、戦って勝てないんだ、勝てるかどうか分かんなかったらもうやるなと、と彼は言ってるんですよね。力を合わせて敵を図るに、たらば、たらばって言ってるんですよね。このタラパっていうのは敵を図って、まあここで読んで援軍を待つって書いてあるんですけど、そういうことですよね。まあよく日本人はやっぱり武士道っていうのは精神の背景にあるんでね。で、日本っていうのはどちらかというと1対1で戦うみたいな歴史がいまだにあってるんですけど、中国はやっぱりもう3000年前から戦うったら敵軍30万っていうそういう世界ですからね。日本はどちらかといえばいまだに我こそはみたいな名前を名乗って1対1で戦うようなイメージを持ってるんですけど、海外の人たちと何十万に対して何十万で戦うみたいなそういう発想ですよね。だから日本はいまだにその IT でも何でもそうですけど、勝てないですよね。で、それはここにやっぱりそこの原因があるんですね。だからそんなの自分がその相手と拮抗できるような体制を取れるまで待てと。で、それを攻め込んだら必ず討ち死にされるっていうのは、まあ例えばアクセンチャーとか IBM に勝てないっていうのはそういうところかもしれませんよね。で、そのための体制とか陣容とかってどう考えるんですかっていうことを僕はもっともっと日本人はおもんぱかるべきだっていうことですよね。ここでいうおもんぱかりなくって、そういうことを言ってるんですよね。これ、もしかして、中国の中でこういう戦い、そういういろんな戦いを経てこういう教訓を得てるってことは、中国の外で中国から攻められてる歴史を持っている人たちは、当然何年も何百年も何千年もそういう状況にさらされてたら、やっぱり無理して戦ったら、もう全て支配征服されてしまうだけなので、それをどうやって防ぐかっていうのを、こういう感覚で持ってる可能性はありまええ、すか？そうです。そうです。おっしゃる通りでね。ベトナムなんかものすごい、中国に負けたことないですね、ベトナムは。1000年前から占領されまくっていましたから。1000年そ前のから。ベトナム、今パッとこの兵は多くないけど、戦力を集中させて、敵情をよくみんなでこう集まって身を固めて、で援軍を待つ、チャンスを図る、チャンスを待つっていうような、そういうふうにも見えなくはないなと思ったんです。いや、だからベトナムの場合、中国が攻めてきたら、それをきちんと敵軍の数を測って、それに倍する人数を放り込んで戦ってきたんですよね、彼らは。ベトナム人はね。中越戦争そうですよね。だから中国人が舐めてベトナム人は弱いだろうって入ってきたら、何のことない、その2倍とか3倍ぐらいの兵力でもって、最も精鋭部隊を放り込んで、やっつけちゃったわけですよね、中国人はね。それは敵情を読んで何人送れば勝てるかっていうああ、論そ理。う、ベトナム人はそれはベトナム戦争で勝ってるからね、分かってるんですよね。ベトナム戦争がいい例でもう全然勝てないんだったら、結局彼らはアメリカ軍とは戦わなかったけど、前も話したように手徒攻勢でね、もう敵よりはるかに倍する人数でもって150都市一斉に放棄して、負けたけど結局それでもってベトナム戦争勝ったんですよね。だからその相手を攻める時はベトナム人って十分すぎる体制を持って相手に攻めたわけですよね。なんとなく今もなんか新しいものが入ってくる、外の国から新しいものが入ってくる、新しいものを外の国が入れようとすると、なんかまず身を構えて、身を固めて、
こうスッと中には全部入れさせないですね。でそれを外側の人からするとなんかこう煮え切らない態度で事が進まないとかいうふうにこうじりじりしてきちゃうんですけど、それをそういうふうに最初は身を固めてこういう状況をよく見定めようとしているっていうことなのかなと思います。なるほど、それだからここで言ってる力を合わせて敵を図るにっていうのは図るにたらばっていうことで、彼らはきちんとそれをその敵を図ってるわけですよね。そういうことなのかもしれない、うん、日本はねやっぱ同じ文章なんですけど敵を図るんですけどね、ベタの違ってね、なんていうかな、まあ、ベタみたいに受け入れませんよね、日本はね。うん、例えばアメリカの車を受け入れさせないとかね、売れるか売れないか別にして、その売れないに決まってからもうオープンすればいいと思うんですけど、関税かけたりね、今までしてきましたよね。ベトナムはそうじゃなくて、やっぱりそういうことに対しては、絶えず中国に攻められてる経験がいっぱいあるし、アメリカからも占領されてる経験もあるから戦い方を知ってるんですよね。日本というのは占領されたことないから戦い方知らないんですよね。そこの違いですよね。だからまあそれがいいとか悪いとかっていう問題ではなくて、日本人というのはね、喧嘩もそうじゃないですか。子供の時は喧嘩慣れしてれば相手を殺したりしませんけど、喧嘩慣れしてないのどうやって殴り合ったらいいのかわからないのと一緒です。日本はね分からないんですよね。だから欧米人とどう戦うのかって分からないんですよね、まあ、それが今僕が江戸とやってるのはそういうことなんですけども、どうやって喧嘩するんだっていう喧嘩の仕方が分からないんですよね。だからそれはそれでもってどういうふうにその考えるのか、その援軍を待つのか待たないのか、自分から飛び込んでやっていくのかっていう、そういうふうなことですよね。これはすごく大事なことだと思うんですけどね。例えばうちの奥さんがさ、江戸とのディベートを YouTube のやつ聞いててね、彼女が言ったのは、あなた江戸と喧嘩してるのって僕に言ったんですよ。いや普通のディスカッションしてるだけだよって、彼女が聞いたら喧嘩してるようにしか見えないんですよね。でもそこら辺のその議論の仕方ってのは、日本的になんていうのかな、おっとり構えて話をして欧米人を説得できるようなことはありえないわけですけども、日本人のやり方はそうすれば相手をどっかで誠心誠意話せば説得できるだろうと思ってるんだろうけど、絶対説得できないですよね。相手の言葉が終わるか終わらない時に間一発入れて、何言ってんだよって言わなきゃ相手は絶対折れないんですよね。そういうふうなことを、そのやっぱりそういうふうなこう交渉の仕方とか関わり方とか戦い方とかって、やっぱり日本人は基本的に知らないんですよね。そういう意味ではまあ、この辺の人を取らんのみっていう言葉の重さがどんなに重たいのかっていうのは、これは日本人には分かんないのかもしれませんよね。もちろんそういうふうなこう役になってるわけですけど、そういうふうな役になってれば、孫子の通り我々戦ったんだって言って戦前の人は言うかもしれないけど、孫子はそんなこと言ったしなくて、お前戦うなって言ったらなんでこんなふうに間違って誤訳するんだよみたいなことで、日本人は孫子勉強してますなんてこと言っちゃうんですよね。まあ、今まで翻訳の中でいっぱいこういう最後の一言で反対になるってやついくつかありましたけど、違うんですよね。これ僕は中国人との違いが長いからこういう翻訳をするんですけど、日本人だったら確かにまあ頑張って戦えばいいよみたいに、人を取らんでみってそういうふうに訳したかもしれませんね。うん、まあ悲しいことですよね。まあ、じゃあかといってこの誤訳したやつを中国人に相談するとは、中国人日本語わかりませんからね、まあ、これいちいちこの僕はたまたま英語を今回持ってきたからね、中国人がどう考えてるのかっていうのをこう中国語の解釈を英語でもって読んで、ああそうだよねみたいに思いますけど、そうじゃなくてこの中国文だけ読んで翻訳しようとしたら間違えちゃいますよね。まあそういうことですね、これは。まあとんでもないことなんですけどね。だから誰もが孫子読んでるんですけど、誰もが間違えて読んで、まあ誰もが間違えて読んでるんですよ。だから僕はどうしたらいいんですかね。
僕はだからもう一回これ英語と日本語の大訳のね本を書いた方がいいのかもしれませんよね。めんどくさいけど。いやーだって日本人が気の毒ですよね。頑張って戦いをそうすれば必ず勝てると思って孫子読んでんでしょうね。玉砕してもよく頑張ったって美談になっちゃいました。うん、孫子もそう言ってたって言うんですよね。孫子はそう言ってない。本当ですよね。だから僕は今孫子を教えてますよ。あ、孫子かってそういうふうにおっしゃる方多いですけど違うんですよね。だからなんていうかな、学者さんもやっぱり罪ですよね。次はですね、兵士たちがまだ将軍に対して親しみや忠誠心を持っていないのに彼らを罰したりすれば将軍の命令に従わなくなる。振幅して命令に従ってくれなければ軍隊は逃走することはできない。反対に兵士たちがすでに将軍に対して振幅しているのに厳正な処罰が行われないようであれば軍隊としての用をなさない。だから兵士たちの心をまとめるのに思いやりを持って交わり、厳正な規律を持って接していくことは必要である。これを目標必達の方法というのである。もうこれ正しいですね。卒にまだ進歩せざるに、しかもこれを罰すればすなわち伏せず、伏せざればすなわち持ちがたきなり、卒すでに進歩せるに、しかも罰を行われざればすなわち持ちうべからざるなり、故にこれを罰するに文をもってし、これを整うるに文をもってす、これを必守という。まあそうですね、これ英語もそうなってますね。 If soldiers are punished before they have grown attached to you、 attached って言うんですね、ラチェコ漢字。 They will not prove submissive and unless submissive then will be practically useless. If when the soldiers have become attached to you punishment are not enforced they will still be useless. Therefore,Soldiers must be treated in the first instance with humanity, but kept under control by means of iron discipline. This is a certain road to victory. This is a certain road to victory. まあそうですね。これはその通りですね。これは別に部下じゃなくても、相手に対して味方というか、アライズもそうですし、敵もそうですよね。信頼関係できてなければ、何してもやっぱりうまくいかないですよね。その後は、規律をしっかり、進歩している場合には、罰をしっかり行えよって言ってるんですよね。うん、まあそうですね、これはまあその通りです。